こんにちは、ミメタです。今日は What's in my bag ということで、ライブにだいたい月1ぐらいで行ってる私が普段何を持って行ってるのかお見せしたいと思います。じゃあ早速紹介していくんですけど、直近のライブだと、先日ダイスがねシーンっていうアルバムを発売しまして、それのツアーが始まったので2日目千葉に行ってきました。で、次の参戦が9月までなんだけど、それまでライブはないかもダイス行って9月に直近がダイスかなあるので、実際にこの間持ってったものと、まあ、次何持ってたらいいのか見ていきましょう。で、まずカバンが基本的にはちょっとこんな感じの大きめのトートバッグか、あんまり距離が遠くないとこだとちっちゃいこういうね肩掛けのショルダーみたいなバッグを持ってたりします。絶対必要なもの、必要なものはもちろんこちらですね。テンダー、かわいい。今回のシーンのツアーのこのペンダーめちゃかわいくない？光るかな？どうか、こんな感じ。5人のさ、このシルエットのシーンって書いてある。めっちゃいい、めっちゃかわいいよこれただあれなんだよね、まあ、会場操作になるから、今までねいろんなペンラが出てこっちも使いたいってなるんだけど、これらは使えないのでちょっと残念なんだけど、かわいいから許しますかわいい今回のペンラ。でも会場操作ってさ、すごくない？あれ赤外線、赤外線っていうの、あれで動かしてるの。なんか私今までこういう会場操作のやつって嵐と関ジャニあるんだけど、関ジャニはもうどうか覚えてないんだけど、嵐も会場操作だったから、多分ジャニーズ系はペンダが毎回こう変えなきゃいけないだけど、アニソン系を歌ってるアーティストとかだと基本的に、私リサも好きでよく行くんですけど、こんな感じで。すごくない？色が自分で変えられるのね。だからその曲によって色を変えたりとか、まあお気に入りのペンダ持ってって、こんな感じで毎回やってたから、会場操作のやつはそれはそれで、演出が綺麗だからめちゃめちゃ好きなんだけど、まあね、ペンダを買い足さないきゃいけないっていうのがちょっと痛い出費ですが、ダイスは必ずそのツアーごとにペンダを買い足してください。はい、じゃあ次はじゃじゃーん、顔タオル、かわいい。これは西吉工藤さんの顔タオルでございます。実は今回のツアーが今まで販売したツアーのグッズとか、ライブ中公演中外に出せなくなっちゃったんですね。まあ、演出の観点から雰囲気を壊したくないっていうことで、今回のシーンで発売されてるグッズしか使えなくなったんですけど、その代わり会場外でフォトスポットあるので、そこで撮るんだったらいいですよっていうことで、写真は撮れるようになってるので、顔タオル持ってきたかったのに、写真撮りたかったのにっていう人はライブ中は出せないんだけど、フォトスポットはあるから全然持ってって大丈夫です。顔タオルの次に持ってってほしいのが
まあ、あの携帯はもちろん持っていくんだけど、それを充電するモバイルバッテリー必ず持ってってください。基本的にもう最近紙じゃなくて電子チケットになったじゃないですか。ほぼほぼもう電池切れるとアウトなんですよ本当にもう命に関わっちゃうので、わりかしこう、まあ、荷物になるんだけど充電速度が速くって長持ちするバッテリー持ってった方がいいですね。もう最近箱とか小さめのゼップとかになってくると、今まで500円とか、まあ、今600円なんだけど、ドリンク代払ったりするときに現金持ってってたんだけど、今もう全部電子マネースイカとかになっちゃってるから、もうアリーナとかホールとかじゃなくてゼップ系でももう全部携帯になっちゃってるから、持ってった方がいい。モバイルバッテリーは絶対持ってった方がいいです。で、あと必需品、財布ぐらい。お財布でもちっちゃいカバンの時はいつも小さめのこんぐらいのお財布に入れ替えて持ってってます。なるべくね、財布は幅通らない方がいいからね、重いし。現金も、まあ、クレカと銀行のカードと、あと何？ファン FC のカードと現金何万か入れて、小銭も100円とかあった方がいいかな。ちょっと下ろしていつも持ってっております。はい。で、本当に必要なものがペンダー、タオル、財布、カバン、モバイルバッテリーがあれば、基本的にはライブは楽しめるので OK です。で、次は持ってったらより楽しめますよっていうものの紹介です。で、まあグッズ系になるんですけど、実際行くとカバンにね、こういうダイスのトートとか、個人で販売してるグッズとかもあるから、それにここに缶バッジつけたりとかキーホルダーつけたりするとかめちゃめちゃ多くて、もう毎回可愛いって思いながら見てるんだけど、これこういうやつ後ろにねピンついてるんだけど、お尻をこうやってつけたりして楽しむのもありかなと思います。私はまだつけたことないんだけど、やってる人めっちゃ可愛いですテンション上がるしね。こういう缶バッジ系を持ってったらすごいテンションが上がるんじゃないかなって思います。これ定位置、これ定位置ねお次がこのマルチケース。これダイスのファンクラブに入会した時にもらったやつか、もしくは継続特典でもらったやつかのどっちかなんだけど、これ結構便利で、いつもアクスタ持っていくんですけど、最近はここにアクスタを入れて持ってってます。今ボーカル組が入ってます。アクスタ系も基本買う時にランダムじゃないですか。で、ランダムなんだけど、毎回推しの大輝くん出てこないんですね。だいたいボーカル組が出てくるんで、ボーカル組しかアクスタ持ってないですまあ買えよっていう話なんだけど、まあ、なかなかねちょっと金額的にもうランダムだし、そんなお金かけてらんないっていうことで、私はちょっとちょっとずつ集めていこうかなって思ってるんですけど、こんな感じでライブに行った時に背景と写真撮ったりとか、こうやって自撮りしたりとか、あとは食べてるご飯と一緒にこうやってね撮ったりとかして、もうこのツアー行きましたよっていうアピールで写真撮るのがめちゃめちゃテンション上がるので、ぜひアクスタとかグッズとかは一緒に持ってった方がいいかなと思います。より楽しめます。まあ続きこのマスクケースにもなるし、めっちゃ便利です。折れないしねっていう感じでアクスタを持ってっております。でもグッズ系それぐらいかも。持ってってるの
アクスタとタオル、ペンラぐらいで、今回のツアーグッズめちゃめちゃ可愛くて、こんぐらいのねパスケースがあって、ちょっとここに画像載せとくね。パスケースがあって、もう本当にビジュがよくって、大輝さんが欲しいんだけど、あの会場行ったらなんか初日とか5時間待ちだったらしくて、えってびっくりするでしょ、5時間待ち本当かどうかわかんない、ツイッターで見たからそれぐらい待ってて、で私が実際に会場に着いたのがもう開演じゃなくて会場時間の時だったから、その時にもすごい並んでたんだけど、もうほぼほぼない状態で、今回すごい人気だったみたいです。でオンラインで公演が終わった後に再販されてたので今頼んでるんですけど、もう大輝さん当たってくんないかなめちゃめちゃ欲しい。で次の公演行って、あ、次の公演行く人とかは、え、グッズまだ買ってないって人はオンラインで先頼んでもいいし、オンラインじゃなくても現地で割と早めに行けば買える可能性はあるので頑張ってください。であとはダンデライオンのボディスプレーみたいなやつが販売されてて、ちょっと匂いとかサンプルが会場にはなかったんだけど、もし買ってる人がいたら、あの匂いどうなんだったか教えてくださいあのちょっと気になってます。あとはそのグッズ系とかじゃないんだけど、夏場とか春とかって結構日差しが強いから、会場外にいる時間が、まあ、グッズ並んだりとか写真撮ったりとかご飯食べたりとかで時間が多いと、もうマジで暑いのね、本当にめちゃめちゃ暑いので、日傘、あのグッズ並んでたりとかあんまり人数が多かったりするとちょっと場所的にね邪魔になっちゃうからさせないっていう時もあるんだけど、その他待ってる間とかだったら、あの日傘はあった方がいいです。ちなみにダイスに会いに来てるファンの人たちは女子力が結構高い子が多いので、日傘は割と多く差してます。全然あの邪魔じゃないので、倒れたりとかしたらいけないからね、夏とかはあの持ってった方がいいかなって思います。あとは顔タオルとか持ってくんだけど、やっぱりお手洗いの時にさ、推しの顔でさ、あの手洗ってさベチャベチャベチャって濡らしたくないじゃん。その場合はもうちっちゃいハンドタオルとか1個あると推しの顔をね濡らさなくて済むので、あのいいです、持っててください。であとはサングラス、私実はメガネ屋で働いてるので、これは全然違うとこのやつなんだけど、こんな感じ、ちょっとこれカラーグレーが入ってるんだけど、サングラスも日差しよけとか紫外線対策で目がやられないので、あのカバンに余裕がある人は持ってこうね、サングラス。はい、で次メイクポーチ、お直し用のね。やっぱりさ、推しに合うのにさ顔面可愛くいたいじゃん、なるべく。これはパウダー、最小限でもちょっと崩れ防止のために、これは日焼け止めと、あと目薬、くし、まつげがね命なんで、ビューラーと、まあ、リップ、その日使ってるリップ何でもいいんだけど、これ汚いなリップぐらいかな。あとは替えのコンタクトをいつも持っててますね。みんなできるだけ推しの前で可愛くいたいからね、お直しのやつは最低限でもいいから持っていこう。汗拭きシートと除菌シート持っててます。はい、ということで基本的に荷物はもうそれぐらいしか持っていかないので、参考になったら嬉しいなと思います。でちょっとここからはネタバレなしにこの間行ったダイスの
Cのツアーの感想を少しだけ。いや、まずビジュが最高に良かったです。なんかダイス、行ったことある人は分かると思うんだけど、まずボーカルの2人のさ、あの歌唱力やばない？本当にやばない？なんか CD で聴いたりするのもめちゃめちゃ綺麗なんだけど、雄大くんに関してはもうほぼ音源よりもなんか声量がすごいし、なんて言うんだろう、迫力がすごいから、なんか会場をすごいこう満たしてくれるのね。なんか聴いてるこっちもすごい満足感あるし安心感あるし、バラード系歌わせたらもう本当に最強なのね。この優しい包み込んでくれるような歌声が、もうもちろんあの個人で雄大くんもバラードを自分で出した曲のツアーとかやったりしてて、それも行ったりするんだけど、もう本当にもう惚れそう、本当にかっこいい、いつも思うけど。で、そうたくんは逆に CD とかだと割と綺麗めに歌うんだけど、あのライブになるとアレンジがめちゃめちゃ多い。ちょっとこう地声に近いようなハスキーな感じ、強めに歌ったりすることが多い気がします。で、あとめっちゃファンサクレるよ本当に。だから花村推しはすごい、なんか毎回楽しんでるなって感じがする。私がよく行くオタ、一緒に行くオタクがいるんだけど、その子花村推しで、めちゃくちゃ喜んでる花村を見て。で、パフォーマーの3人も相変わらず美女がいいですね。で、毎回思うのが衣装がすごい良いです。もうこれはネタバレしたいぐらい良かったんだけど、ツアーが終わるまで黙っておきます。で、次あのハイボールブギの MV 出るじゃん、めちゃくちゃ楽しみです酔っ払い5人のダイスね、早く見たいよねみんなね、っていう感じで今日は終わろうかと思います。また見てねー。